県はきょう、太平洋沖合で想定されうる最大クラスの地震、津波が起こった場合の被害想定を明らかにしました。三陸日高沖の日本海溝を震源に発生した場合、死者は東日本大震災を上回る7100人に上ると推計しています。この被害想定は県が今年3月に発表した最大クラスの津波による浸水想定をもとに推計したものです。 具体的には国が想定を示している日本海溝、千島海溝沿いでの地震、それに東日本大震災のマグニチュード9以上の3つの超巨大地震をモデルに津波などによる被害をシミュレーションしました。それによると死者の数は日本海溝沿いを震源に帰宅時間などと重なる冬の夕方午後6時ごろに発生した場合 東日本大震災を上回る7100人に上ると推計されていますこのうちのほとんど7000人は津波による死者で久慈市で4400人、宮古市で2100人などとなっています一方、全員が発生後すぐに避難を開始し積雪の影響がなければ死者の数は922人となり 87%減らすことが可能という試算も示していますこの被害想定をめぐりタスト知事は犠牲者を出さないことを震災以降目的にしてきたとし市町村とともに取り組んでいきたいと話しました予想されている犠牲被害、えー、より少ない被害に持っていくためには 県と市町村が力を合わせなきゃならないと。